さあそれでは金井崎灯台を出発します。ニャンクジたくさんいました。現在26度、メッシュジャケットで今走っておりますがちょうどいいぐらいです。まだ展望台には距離があります。お、弘法大師のなんかあります。辰巳の海底館やってまいりました。何年ぶりでしょうか。前回来た時は多分30年前ぐらいと思いますが、濁って何も見えませんでした。それ以来一度も来ておりません。それでは行ってみましょう。さあ降りてみましょう。こんな感じだったんでしょうか。以前来た時は大きな魚おります。餌を餌付けしてるんでしょうか。
魚がいるのは分かりますが、さっぱり分かりません。名前がさっぱり分かりません。餌をまいてるんでいるんだと思いますが、お、来ました。これはグレなのかよく分かりませんが、30センチオーバーというところでしょうか。おお、クロヨだ。クロヨじゃない、グレだ。揺れてるね。揺れてるわ。結構ラムがきついのかな。以前来た時はもっとこの竜の骨というものがたくさんあったように感じたんですが、怪しい記憶なので、
辰串海底館見てまいりました。結構歩いたので疲れました。やはり、少し濁っておりました。そんなに魚はいませんが、餌付けしている時、餌をやっている時だけちょっと寄ってまいりました。それでは出発します。土佐清水入ってまいりました。土佐清水市足摺まであと16キロ。